ところになります。入りますとね、小さいんですけどロビーがあります。で、中にはね、売店があって、ロッテの時代にはですね、ロッテの選手の、写真がずーっとね、飾られてました。さあ、川崎球場に入って初めて来た人はどこが自分の席か絶対にわからないと思います。なぜならば、普通A 何列、三塁側何番とかね、書いてあるんですけど、川崎球場は一塁が地ブロック何段何列イロハニホヘトです。ですから、イロハニホヘトでブロックがあって、そこの、何列目の何番っていうことなので、初めて来た人はまず分かんないです。で、丁寧なおばちゃんが、座っていって席を案内してくれるはずなんですけれども、おばちゃんにこうチケット見せます。すいません、この席どこですか。どこでもいいですよそりゃそうだよね。まあ、あの空席を除いていつも超満員の球場でございましたので、残酷なんですね。で、もっと面白かったのは、あの川崎ですから大きな会社さん、今話題の東芝さんとか伊豆さんとか、いろんな会社があります。で、そこにたくさん年間のチケットを買っていただいてました。川崎さん通じてですね、協力していただいて買っていただいたんですが、せっかく買っていただいたチケットがほとんど使われないので、年間シートっていつもガラガラなんですよね。で、そこで何をしたかっていうと、どうせ来ないんだからいいや、指定席へ。本件は座席の指定がございません。チケットをお持ちのお客様がいらっしゃったら、失礼のないように移動してくださいって書いたチケットが、ものすごいものが出てますよね。そういうチケットもあったぐらいでですね、まあのんきな時代だったわけなんですけれども、ここで、県のチェックをして、入っていくわけなんですよね。それがこの写真、はいはい。で、川崎球場は内野に入ることができれば、ちょっと止め鼻の利く人は全部ネット裏の席に入れました。なぜかっていうと、そこにレストラン富士っていうですね、川崎で一番おしゃれな、レストランがありました。そこが県チェックをして、ここね、さっきの入場口ですよね、チケットの種類に応じて指定席とかこう書いてあって、自分の目的のところに並んでここで入ってきて、今皆さんここに、これから、席の方に行こうかなと言っているのです。ここを通って今入ってきました。今ちょうどこのスタンドの真下あたりになりますよね。ロッテ阪急2時なんて書いてあります。で、今ではね、ダブルヘッダーっていうのはほとんどないと思うんですけれども、ロッテが川崎にいた時代、昔のプロ野球はね、よくね、ダブルヘッダーってやってましたよね。はい、これが指定席券を持って中に入ると、こういったような、売店があるわけです、ね、上にロッテの選手のこう写真があります、ね。で、ここがメインの、飲食の売店になるわけなんですけれども、まあいつもだとね、ほとんど売れないんですよ。お弁当なんか5個納品して5個余るぐらいでね、今とは考えられないぐらいなんですけれども、まあ、10.19 の時は、まあ、そういうことがバタバタっと決まったもんですが、全然用意ができてませんでした。ですから、当日もしかして来られた方っていらっしゃいます？ 10.19 いらっしゃいますよね。お腹空きませんでした？空きましたよね。何しろ食べるもんがないんです。もう来た瞬間も全部売り切れて、もう運び込んでくるでも何でもない。最後に残ったのはこう自動販売機も全部売り切れちゃって、日本酒だけ、ね、日本酒のワンカップだけが売れ残っているような状態です。で、外に買いに行きゃいいじゃないかっつって、外なんか出られないですよ。一人出たとすれば、一人入れろっつって大騒ぎになるような、もう外に人が取り巻いてですね、いたような状況だったわけなんですよね。これが、売店です。で、こっちの三塁、一塁側の下のこの手前の方にレストランがあります。で、そのレストランっていうのは中にも入り口がある、で外にも入り口があるっていう不思議な構造になってます。で、外の方からすいませんって入ります。食事をしてごちそうさまでしたってこっちから入ると、ネット裏のスタンドに行けてしまうというまあのんきな時代でございましたけれどもね。ここも本当に狭くてですね、ちょっとお客さんが入った試合だとビール一杯買うのにすごい時間がかかってしまったりね。川崎は売り子さんもいませんでした。普通の夜の試合なんかは売り子さんが一人だけね、信じられないと思いますけれどもね、本当に一人しかいませんでした。おい、ビール
っていう風にセンターにいるビール屋さんを呼ぶと、あとで行きますちゃんと来てくれるっていうね、ような感じでしたからね、信じられない時代でした。はい、懐かしい懐かしいね、ネット裏のこういう感じです。で、皆さんこれから、スタンドに入っていくわけなんですけれども、ちょっとこの芝生のね席の上の方に行ってみたいと思います。